トルシエに感謝してるのは選んでくれたなって思った。まあ、ワールドカップ出るわけですよね。どうでした？ターニングポイントの一つ、あの5分がなかったら俺ワールドカップ目指さなかったから、もっと出たいわって思うわけ。独特の雰囲気ありました。初めて足震えた。今回も福西さんにお越しいただいています。日本代表に初招集された時っていうのはどんな気持ちでした？俺が初招集は99年のコパアメリカ。あの時に1999が初めてなのね。はい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 。まあ、自分の中ではこう出れてる時っていうか、はい、活躍も自分でもしてるけど、はい、やっぱ代表に行けるほどの実力って自分ではまだこうないと思って。感じてなかったんですか？手応えは。ないないない。まあまあまあさすがにまだまだだなとは思ってたから。で、怪我した人の代わりに俺呼ばれたのね。追加招集みたいな。追加招集で、はい、でその時もちょっとねオフだったから俺は電源切ってたんだよ。東京でこう遊ぶつもりでいたから、はい、妻の電話にかかってきて、マネージャーから、はいはい、こうなったんだけど今から岩田に帰ってパスポート取ってと、はい、で成田に来て。まあ国際大会に出るってわけですもんね、初招集で。その時どのぐらい出ました？交代出場で出て、スターメンで出て怪我したって感じか。であれですか、七海さんがトルシエに勝ち切れられたっていう。勝ち切れられた。あの時はねみんな勝ち切れられた。練習の時とかでもう俺も怒られたし、アップももうちょっとのんびりするタイプじゃない、はいはいはい、もうトルシエブチ切れられて帰れって言われて俺帰ろうとしたからね。だから帰れって言われて帰ろうとする人たちが多いこと多い。上の世代の人たち。でもそれは理不尽だったから、お前なんだこのウォーミングアップは、できちんとやれみたいなことになって、やってるよと、うん、初招集でやらねえやつどこにいんだよっつってもう出ていけっつって練習外されて、腹立ちますね。腹立つじゃん。で出ていくわっつって出ていって、で帰ろうとしたらバスなくて帰れなくて帰れなくて多分あのままバスで帰れてたら俺いないだろうね今。トルシエって どんな人だったんですか？福西さんからしたらいい監督ですか、それともやりづらい監督ですか？やりづらい監督。俺はトルシエに感謝してるのは選んでくれたなって思った。僕その経験がないのでこれ聞きたいんですけど、2002年のワールドカップの時のメンバー発表の日どこにいました？新幹線の中。当時はテレビじゃない、はい、で本当にみんなが知る時に知るのよ俺らも、あのワールドカップ、はい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 、ワールドカップの時だけ は普通は代表招集って 2,3 日前とかチームの承諾もあるから分かるじゃない、はい、で俺選ばれるかどうかなんか分かんない立場だから、はいはい、当時ね東京にいたのよ。もし選ばれたら岩田で会見やるから帰ってきてって言われた。東京にいて、東京にいてオフオフ。大体東京で物事が起きる。岩田じゃなくてやっぱ事件は東京で起きる。東京で起きてるの。やっぱ現場だな、事件現場で、はい、じゃあどうやって聞いたんですか？電話や。しかも俺寝てるやん、寝てたの、はい、妻の電話に妻のお母さんから電話かけて入ったよっつって。だからなんかよくそれ妻とも話すんだけど、はい、俺はどっちでもいいけど周りはドキドキしてたみたいな。いやそりゃそうですよ、寝てたからな。ちょっとこう、なんなんですかそれ。なんだろうね、そのタイミングの悪さ。いやタイミングの悪さっていう話じゃなくてそういうことじゃないです。でも選ぶのって監督じゃん、うん、だから自分がこうやってきてる、今までやってきたとか、うんうんうん、練習でやったとかっていうのをもう変えられない、まあ、どうしようもないですよね、うん、そうそう、うん、そういうのもあってどっちでもいいっていう言い方が正しいか分かんないけど、そこまであれがないのよ。でも入ったよって言われた時は当然嬉しいですよね。嬉しかったよ。でも周りも喜んでくれますよね。喜んでくれて、やっぱ喜んでくれてる顔見るのはの方が嬉しかった。あで日本でワールドカップってもうもしかしたら生きてる間はないかもしれないじゃないですか、うん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 、そこで出るわけですよね。ロシア戦ですよね、うん、あの最後のちょっとだけだから。それはどうでした？俺はそこはね、俺の中ではターニングポイントの一つ。あの5分がなかったら俺ワールドカップ目指さなかったから。どういうことですか？次のワールドカップを目指したいって思ったそれで。なるほど。自分が目標であったワールドカップに出られた喜びなんだけど、うん、ちょっと出てみたらこれもっと出たいわって思う。いいな、これめっちゃいい話ですね。僕だからワールドカップすっごい出たい、今でも出たいなって当然思いますけど、でもそれを、俺も出たい。いやそれをですよ、うん、それを出たからもっと出たくなったっていう、ここは、うん、出た人にしか分からない。分からないのかも。独特の雰囲気ありました。いやいや俺初めて足震えた。震えたんすか？うん、福西さんが、うん、俺ジャンプしたもん普段。
普段ライン立ってさ、もうチンで、はい、帰ります、帰りますみたいなやってんじゃん。だけど、もうこんなしてたからね。マジっすか。だから俺は緊張みんなにも伝えるんだけど、はい、緊張って自分がコントロールできないから、思いが自分に強ければ強いほど出るじゃん、うん、そうですね。ワールドカップって俺の中ではこうなんだっていうか、人生の中で一番緊張したシーンってワールドカップですか。そうだね。あんなに意気込んでグラウンドの中に入った記憶はないぐらい。え、でトルコ戦ベスト16、うん、で敗退するじゃないですか、うん、あの時ロッカールームの雰囲気とかどうでした。まず第一にメンバーが変更したじゃん、うん、あそこでミーティングでざわついた。親ってなんだ。選手もざわついた。ガラッと変えたから、うん、でもそれは結果次第だから。それは選手も分かってるから、やっぱ出たメンバーは頑張るし、うん、入らなかったメンバーはサポートするし、うん、あのその選手の期間、あの中の仲の良さっていうか、うん、そういうのがねすごいいいのよ。すっごい雰囲気良かったじゃないですか。良かった。だからあの続きを見たいなっていうのはやっぱトルコ戦のあの試合、うんうん、だからね逆に勝ててたから悔しいなっていうのがやっぱり、うん、そんな雰囲気ありますよね。そうそうそう、中身的にも、うん、だからうわーってこうがっくりが大きかったかな。じゃあその時にワールドカップをこう、まあ、ホームだけれども経験して、うん、世界との差みたいなところってもしかしたらこんぐらいいけんじゃないかっていうのを、あの日韓ワールドカップの時は逆に手応えで終わったっていう感じなんですか。代表としては俺手応えあったと思う。うん、だって俺らもさ98年のフランスワールドカップを俺はテレビでこう見て、日本ってこんなにコテンパにされるっていうか、うん、立ち位置というか、うんうん、そういうのは分かってくるじゃない、うん、でじゃあ2002年にホームでやってどれだけできんだろうっていうことで言うと、世界でどれだけどういうふうにやっていけばいいのっていうのは日韓が大きな時だったかなっていう、うん、その福西さんがやっぱり日韓のワールドカップに出て、でその4年後ドイツのこうボランチの中心になっていくんですよね。なりたいと思って やってるから。でもこのだから日韓の経験、その5分出たことによってもっと出たいっていうところから、うんうん、2004年中国で開催されたアジアカップ、前回大会の王者として要は出るわけじゃないですか。ああ、そうそうそう。そのこう大会に入るにあたってこうプレッシャーみたいなものありました。国内組の意地を見せる大会が来たんだよ。俗に言うあの伝説の PK 戦。もうあの2人が外した時にうわ、俺が一番 PK で緊張したのはあそこ。